になりましたので、アベンジャーズクール昼の部、スポーツ部門担当の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。お二人は、スタート当初から結構出ていただいてるというか、もうかなり出ていただいてるんで、どうですかね、その、日常の変化だったりとか、何かしらの変化があったりとか。いや、感じることがあれば、どっちでもいいんです。いいことでも悪いことでも。悪いことかな。うん。実は体重が増えてきてるね。いや、なんかそれはあれじゃない、トレーニングして、その前の、なんていうんだろう、食事量が変わったとかはある？いや、そうじゃないんだけどさ、でも勝手に筋肉がついてきてるから太ってきてるのかなって。まあ、体脂肪を見ないと何とも言えないところあるね。なるほど。うん。はい。筋肉の方が重いから、うん、当然体脂肪が増えて筋肉が増えれば体重は増えちゃうんだよね。なるほどね。うん、ちょっと体脂肪測るやつするわ。うん、測る。体重しか。めっちゃ言われてんだよ。太ってきてるって言われて。なんでって言われ運動と食事だと痩せるっていうところにフォーカスされてると。食事が8だから、ね、あ、そうなん、うん、運動はほぼ2だよ。なるほどね。肝に銘じるわ。ちょっと酒は酒でも全然飲んでないよ。あ、そうなんだ。むしろほぼほぼ何にもない日は飲んでない。ああ、まああとじゃあ食事量とあれかな。俺めっちゃ痩せたよ。お、え、嘘。3キロぐらい痩せて、体脂肪減ったよ。マジで？え、なに？3キロぐらい痩せて 2% ぐらい減った。もういいね、すごい。1ヶ月経ってないからね。1ヶ月ぐらい。毎日同じ生活で6時以降絶対飯食わないし。あー、素晴らしい。あれ？ちょっと見習うわ。プロテイン飲みまくってる。あ、1日何回ぐらい飲んでんの？3回。3回？うん。どういう頻度で飲んでんの？朝起きて、おう、飲む。いいね。朝ごはん食う。うん。で、1時から筋トレするじゃん。うん。筋トレして走ってプロテイン飲む。おう。で、6時に飯食う。うん。で、8時、9時ぐらいに飲んで10時に寝る。おう、いいね。なかなか。え、どこのメーカー飲んでんの？あのね、外国の、なんだっけ、ゴールドスタンダード。ああ、いいじゃん、いいやつだよ。あれをトレーニングした後飲んで、うん、で、なんかザバスのウェイトダウンを、うん、前飲んで。ああ、なるほどね。そうそうそう。悪くないね。なんかね、学校でプロテインブームが超流行ってて。ゴールドスタンダードは俺も飲んでるよ。ほんとに？うん、あれはタンパク質の量が1回で 24g 取れるから。ああ、うん、あれはパフォーマンス高い。なんかマイプロテインがね、すげえ安くなってるっていう。あ、安くなってるけどね、ちょっとあんまりおすすめしない。あんまおすすめしない。あ、そうなんだ。うん、でもプロテインって飲んだ方がいいの？プロテインって飲んだ方がいいの？プロテインってか、基本的にタンパク質が体を作るからね。炭水化物エネルギーだから。だから、炭水化物を食べてもエネルギーだから、エネルギーを使ってない今の状況でエネルギーを取ってもただ蓄えるだけっていう。脂肪に変換されてるから、中性脂肪に。なるほどね。そう、脳とか筋肉とかその肝臓とかにエネルギーとして貯蔵されるんだけど、貯蔵の要は倉庫がめちゃめちゃ小さいから、うん、取ればもういっぱいお腹いっぱい空いてなっちゃったら血中に残っちゃうんだよね、血液の中に。そうするといらないから、もうこれは脂肪にしようっていう体のサイクルが始まっちゃって、そう、それで溜まっちゃうっていう。米食わなくなったよ。おお。食ってるわ。めっちゃ健康的になってる。めっちゃ食ってるわ。それは、ね、変わらんわ。もうむしろ一番米食ってるぐらいだな。一番良くない、良くないっていうか、だから炭水化物入れるんだったら伊藤みたいにプロテインをロイシンっていうそのア
ミノ酸の中でも必須アミノ酸のロイシンっていうのを先にあの体の中に入れて炭水化物とかその食べ物食べると血糖値が上がらないから上がりにくくなるから、だからそれによってちょっとこう抑えられるけどね。やばい、でもちょっと見習うわ。ちなみに今何キロ？今80。おわ、超えられた？うん？田村は85。多分人生で今一番重い。いや俺も人生で一番重かった。だから伊藤言ってたよね、だって年末会った時やばかったもんね。3キロ痩せて80？うん、今ね。じゃあお前俺と大志変わんなかったってこと？いや、やばくて、だからめっちゃ内側で会話してるけど、やばい、ちょっといいね、ダイエットブームに作ろう。あ、ダイエットブームだから、まあこの時間だからってのもあるけど。まあまあまあね、確かにね。うん、 OK OK。 まあその辺はまたおいおい話しましょう。でもよかった、いろいろ聞けて。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で言ってあげてください。え、いやでもね、話しただけ座談会や。腹周りは力が入るようになってきたんだよ。ああ、姿勢は2人ともすごい綺麗になってるから、それってあれなんだよ、筋肉を目覚めさせてるだけだから。あ、その状態っていうのは代謝が上がりやすいって、まあ何て言うんだろうな、働く筋肉が増えてるっていう状態だから、ここからさらにステップを上げていくとより燃えやすくなるっていう。なるほど、準備段階って感じ。でもなんかプロテインなんて便秘なんだよ。あ、そう、肝臓とか腎臓が良くない人とかはちょっと3回は飲み過ぎかもしれない。ああ、なるほどね。うん、朝はその血液中のあのアミノ酸濃度が低いから、朝入れるのは悪くないんだよね。うん、朝か夜かどっちか抜けた方がいい。ああ、なるほどね。うん、ウェイトコントロールのやつはどうだろうな。まあ、それをやって、動いた後にゴールドスタンダード飲んでもいいかな。まあ、いろいろ試してもいいかもしれない。うん、1週間ぐらい。了解了解。ちょっとさ、ごめん、ちょ、トイレ行ってきていい？ごめん。あ、いいよ。そうそう、すごいね、でも。そう、だからなんか寝てる間とか、なんかソイプロテインの方がいいですか？あ、そう、ソイの方が消化がゆっくりだから、うん、胃腸の負担がかからない。だから女性とかは女性ホルモンのあれでイソフラボンとかも入ってるから、うん、女性には大豆系が、まあ、寝る前とかだから大豆ソイプロテインとかの方がいいかな。あ、俺はあまり気にしない、まあ、プロテイン飲むとなんか腹持ちがいいからさ、うん、減らした分それで、うん、みたいな感じだよね。うん、いいと思うけどね。だからそのちょっとお腹の具合はちょっと量取りすぎかもしれない。ああ、うん、そうだよね。そう、それでちょっと減らした方がいいよ。うん、3杯はなかなか効かないね。俺も2杯、まあ飲んでる時5杯ぐらい飲んだけど。ああ、全然違うの飲んでて。うん、そう、それはちょっとね、いろいろ試してやってたんだけど。なるほどね。そう、コストが結構かかるからね。そうだね。うん、コストはちょっと高いじゃん。ゴールドプロテインはなんか高いじゃん。ああ、そうだね。まあ、マイプロテインと比べるとなんだけど。あ、じゃあ俺サイト送るよ。あ、本当に？うん。iHerbっていうサイトがあって、知ってる？俺それで買ってるから、知ってる。あ、買ってる、うん。あれがまあまあ安い。安い。3キロで買ったらあれが一番安いかな。ああ。うん。Amazon とかよりは全然。そうだよね。うん。マイプロテインは何かいまいちなの？まあ、あんまりこれ言えないけど。なんで痩せたいんだったらカルニチンとかさ、そういう燃やす系を取った方がいいかもね。あ、ザマスもちょっとね、ウェイトコントロールとかは、それだったらもうサプリメントに走った方がいいかもしれない。なるほどね。うん、それちょっとまた今後やりましょう。ごめん。あ、全然いいよ。では進めていきますんで、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ではストレッチからいきましょう。右足前に出して、前に出します。で、上にぐーっと上げて、後ろに右。はい、戻して、1。息を吐きながら。はい、2。3。6、ラスト。
OK です。ではこのまま上に開いて反対側を見る。1大きく動かす。2 3 4ラスト5。はい、OK。 反対行きましょう。左に変えて、で前慣れをして後ろにぐーっと倒していきます。2 3 4、出していきましょう。5。はい、 OK。 じゃあ左手を上にして上に上げていきます。1 2、息を吐きながら、3 4、ラスト5。 OK。 また右足に切り替えて両手を後ろについて裏を伸ばす。で、左手ついて右手を開きます。1、後ろ、前、2、後ろ、前、3、後ろ、前、4、ラスト、後ろ、前、はい、OK。 で、今度反対側にして、また後ろに手をついて、もも裏、膝裏、ふくらはぎ伸ばして、で、右手を前につく。で、開く。1、後ろ、2、3、4、ラスト、5。 OK。 で、そのままですね、四つ這いになって、お尻を後ろに引いて、ずーっと背中を伸ばして、手を前に、そうで、指先見て背中丸くしすぎないように。で、そのまま右にずれていきます。1 1 1、ぐーっと左の背中を伸ばしていきます。はい、反対。1 1 1 1、ぐーっと伸ばして、はい、戻しましょう。1 1、はい、 OK です。では最後ちょっと動かしていきます。手を床について前に半歩ずつぐらい進みます。1 1 1、いけるとこまで行ったら戻る。1 1、後ろを全体的に伸ばしましょう。動かしながら、はい、また前に行って、で、最終的に後ろに行きます。 OKオッケー。じゃあちょっと水入れて、ちょっと今日は胸、腕と手して背中で足回りっていう形、まあ体幹もやりますけど、ちょっとそういう形でやっていきましょう。じゃあですね、まずは腕と手してですね、まずノーマルでいきましょう。肩幅に手を広げて、親指を少し、手を親指側にちょっとだけ内側に入れる感じですね。そう。で、この状態で膝ついて、足は上げても下げてもどっちでも OK。 足に力入るんだったら下げておきましょう。で、このままダウンして上がる。
そう、胸近づける。できる人はこの状態でやる。これ10回いきましょう。そう、OK、レディー。はい、ダウン。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、OK。あー、いいですね。では次は、ちょっと今日は大きめに開きます。手を、指先を外に向けて、さっきの肩幅よりも、拳1つ分ぐらい外に片方ずつ開いて、ワイドにします。で、肩よりも手が前に出ないように、この位置で。そう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 。で、このまま同じです。胸を近づける。で、アップ。ちょっと腕も使います、これ。はい、ダウン。アップ。はい、ダウン。はい、3。ダウン。4。よいしょ。あ、持ってる。5。はい、両手。6。はい、7。はい、8。9。ラスト。はい、OK。オッケー。では次、背中いきましょう。ちょっと難易度を高くします。今ブリッジできますか？早い、バツが。オッケー。そしたらこの状態で頭を、手をついて頭だけで、この状態。で、戻す。もう一回。この状態から、ちょっと体上げていいから、こっち側を向く。上げて、頭を置いて、これ手を離さなくていいよ。この状態。で、元に戻す。最後、一。これはちょっとひどいな、これ。オッケー、オッケー、分かった。じゃあ、壁を使おう。壁。壁使える？伊藤はカーテンのこっち側かな？だったら使えそうかな。俺ちょっと棒でやるけど。壁からちょっと距離離して立って上に沿っていく、後ろに沿っていって壁を捕まえてこうやって倒れていく、いけるとこまでぐるーって倒れて、本当は床まで行くんだけど、あの床まで行ったら多分危ないから、いけるとこまでやってみましょう。もう一回。壁に、壁ね、立って、こうやって取る。まず手を当てて、こういうふうに取って、で、いけるとこまで。こんな感じ。そう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 。もうやばいな、これ。背中が。そう。そうそう、その辺でまででいいよ。それで戻ってきて。
ちょっと死なんだわ、これ。2人とも背中がめっちゃ硬いね。だから、うん、これは、ちょっとお遊びで今やったんですけど、うん、ちょっと背中鍛えましょう、しっかり。え、鍛える問題これ。あのね、これは何がいけないかっていうと、2人とも立って、体を反ってもらっていい？あ、全然曲がらないけど。そう。伊藤も、田村もちょっとできる？あ、田村の方がちょっといいね。あ、オッケーオッケー。できんじゃん。そう。伊藤が一番いい。伊藤の方が悪いけど、腰が支点でこうやって反っちゃってるんだよね。2人とも。あ、こうやって。うん、背中は、ここが反らないこうやって。ぐーって。いや、す、こんな。田村ブリッジできる？できない。ここが、俺もでもこう視点で反っちゃうからすぐ腰痛になっちゃう。こうやって。そうだよね、こういう動きになるから全部。全然曲がらない。そう。だから背中の認識がすごく少ないから、背中周りを少し意識するちょっとトレーニングをやっていきましょう。頼ます。OK 。まあ本当は椅子とかこういう台みたいなのがあるとブリッジって結構やりやすいんだけどね。あ、うん、まあでもそれなかなかないってなるとあれだから、じゃあ以上のこれやりましょうか。膝立ちになって一回お尻引いて正座する感じ。そのまま体前に倒して、ちょっとお尻上げる。この前傾姿勢、斜めの姿勢。で、万歳。そう、そのまま肘を後ろに引く。そう、肩よりも後ろに引く。そう、で、万歳。2、そう、
タッチして、2、はい、伸ばして伸ばして、そう、3、はい、4、肘伸ばして、5、そう、斜め上に、6、伸ばして伸ばして、7、よいしょ、8、はい、9、ラスト、はい、OK、OK、OK。これ、こういうのが結構背骨を反れるようになってくる、徐々に。意外と地味なんだけど、動きがつく感じですね。OK、じゃあ次、スクワットいきましょう。で、背中もちょっと使っていきます。足を、肩幅よりもちょっとワイドにして、足首30度ぐらい、つま先外向けて OK です。手は頭の後ろで組んで、その状態のままバンザイ。そう。で、お尻下げて、そう。で、アップ、ダウン。はい、アップ。はい、ここでダウンしたらキープ。1、2、背中投げて、シーの、はい、アップ。はい、ダウン。そう。なるべく下向かない。2。はい、ラスト。もう一丁。1、2。手まっすぐ。3、4。バンザイのところで。5。はい、アップ。はい、ダウン。1。はい、2。はい、ダウン。1、2、3、4。はい、アップ。あと2回行こう。1、2。そう、ここから3、ダウン、1、2、3、4、はい、OK、ラスト、1、2、はい、ラストいきましょう、ダウン、1、2、3、4、ダウン、OK、OK です。伊藤、だいぶフォーム良くなったね。めっちゃ良くなってる。素晴らしい。OK。じゃあ最後は3分のやつやっていきます。ここから運んでいきましょう。しっかりやっていきましょう。で、今日の3つは、1つ目。この状態で、ちょっと上げて、下げて。お腹下げて、上げる、下げて、上げる。最初のこの状態から片方に下げる、片方に下げる、こういう感じでやっていきます。で、2つ目は上向きになって、この状態で膝を自分の方に持ってきて、アップ、戻す、アップ、下腹部で、最後は起きて腕振る。今日背中やったんで、しっかり腕振って、こう前にならないように背中で、肩、肘が肩よりも後ろで引く。OK。ではこれでいきましょう。全部で3つ、3回やります。はい、じゃあ準備しましょう。そう、四つ葉になって。ではいきましょう。5秒前。3、2、1、はい、スタート。ふう、ふう。いいね、タブラ。1、1、1、よいしょ、頑張って。よいしょ、よいしょ。はい、上向き。お尻上げて、お尻上げて。ふう、ふう。ふう、ふう、ふう、上げて、上げて、よし、はい、起き上がって、ふる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 、よいしょ、肘引いて、肘引いて、なるべく早く、なるべく早く、ふう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 、首前に倒さない、そう、前見て、そう、いいね、ゴー、ゴー、ゴー。
ふう。ふう。よいしょ。よいしょ。ふう。じゃ。はい、向きなんでしょう。アップ。アップ。アップ。しっかり膝を持ってきて、上に上げる。上に上げる。反動つかないように止める。一旦止めて、そう。よいしょ。よいしょ。はい。腕振って、引かせて。はい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 。そう。目線上げて、体前に倒せないように。ふう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 。はい、一緒にラストに出ていきましょう。よいしょ。ふう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 。はい、動き出しましょう。ふう。ふう。よいしょ。しっかり上げて。はい。よいしょ。よいしょ。はい、ラスト行きましょう。はい、起きて。蹴って、最後に行きましょう。ゴー、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 ゴー。よいしょ。振って、振って、振って。はい、オッケー。お疲れ様でした。ゆっくりクールダウンしましょう。で、足を伸ばしていただいて、優しい両手を横について、骨盤を引く。で、ももの後ろしっかり伸ばして、ぐーっと遠くに抜いて、手を乗せていきます。はい、オッケー。で、ちょっと足を開いて、背撃しましょう。両手を後ろについて、一回お尻引く。そのまま右手を左のつま先に向かってぐーっと伸ばしていきます。はい、オッケー。反対行きましょう。オッケー。ちょっと背中も伸ばしていきましょう。手を引いて骨盤立たせたら、丸くなって後ろに背中を引いてぐーっと丸くします。遠くにちょっと手を伸ばして背中を丸めて、このまま少し体をひねります。ぐーっとひねる。はい、反対にひねって、オッケー。じゃあもう一度、この手をついて、前に伸ばしてお尻引きます。まず背中伸ばす。指先見て。そしたら一回戻って、右手をのところに斜めにぐーっと入れて、お尻引いて背中伸ばします。さらに。はい、オッケー。反対いきましょう。お尻引いて。オッケーです。オッケー。ではこちら戻っていきましょう。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お二人の課題は背中ですね。全然曲がらないね。まあ、別の、チームの別の人も、同じような形だったんで、みんなでやりましょう、それは。まあ、ブリッジをするのに何が一番必要？ブリッジ？うん。腕の力じゃない。腕の力じゃない。腕の力も多少必要だけど、その三頭筋っていうのは。うん。もう背骨の柔軟性。ああ、なるほどね。そう。背骨がこう曲がってくんないから、うん、みんなこうやって、ブリッジするときに、うん。って言ったら、こっち側に起き上がっちゃうんだよね、こうやって。こうやって。ああ。こうなっちゃって、背骨が回らないのと、あとこう、どうやっていいかわかんないっていう、体の動かし方が。手を後ろについて、体ちょっと浮かせたら、頭をこのまま上げて、上にグーッと引っ張るんですよ。そしたらこう、円ができるじゃん。だから、こういうのが。だいぶ俺もできなかったから。確かに全然曲がらないもんね。そう。背中が。座ってる姿勢が多ければ多いほど、これはできない。なるほどね。うん。だって、後ろに重力かかんないから。そうだよね。そう、前にしかこうなってきて、ここに重力かかってきちゃうから、どん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 。で、狭くなってきちゃって、体を開くっていうことはやんないから、うん、さっきのこういうのやったりとか、うつ伏せになって体を起こすだけでも、背筋みたいなのやっちゃうと腰痛くなるから、あえて肘を置いたりして、いける範囲で調整して、で、肘が大丈夫だったら手を伸ばしたりとかして、こう、ナチュラルに伸ばしてあげることが大事。なるほどね。そう。で、足をつけてると、股関節の動きが入らないから、もうその背中だけで反るような感じになるから、そっちが使えるって感じかな。立ってやっちゃうと股関節が入るから、伊藤みたいにこう、膝が前に出ちゃうんでね。ああ。そう、そうすると、見かけ上倒れてるんだけど、実際膝が前に出てるだけで、全然倒れてないみたいな。なるほど。そうそうそう。だから、それはね、腰、腰痛持ちの人はすごい多いから、それはもう背中の可動域だったりとか、股関節の柔軟性が必要になってくるかなーって感じかな。まあ、そんな形で、うん。まあ、いろいろ、ちょっとこういうトークもしながらやっていったらと思いますので、また、次も頑張っていきましょう。おい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。